長山古墳に到着しました。ちょっとコンパクトな、古墳なんですけれども、なんでコンパクトかっていうと、この反対側にですね、確か日本一大きい古墳仁徳天皇陵があるんですよ。あれでかすぎてわからないっていうので森になってるんですけど、そこに鍵穴型の前方後円墳があって、でその向こうが、大仙公園になってるというところで、今からこのトンネルを抜けてですね、反対側にちょっと行ってみようと思います。はい、では、出発。ではトンネル入ります。これあれやな、これ右にぐるっと回ったら近くまで行けるはずなんですけど、よくわからない。あ、線路沿いに出るんやな。線路沿いに出て、でどっかで信号を渡って大仙の方に行くんかな。この線路もさっき境東っていうところを通り抜けてきたんで、これずっと辿っていったら多分難波とかに出るんだろうな。よいしょよいしょ。さあ、仁徳天皇陵が見えてきました。あっちのでかいな、でかい森がそれです。どっかでちょっと渡ってみましょう。古墳群の地図を見つけたんでちょっと見てほしいんですけど、これっすよ、これ。さっきいたのがこの長山古墳で、今おるのがここ、大安寺山古墳なんですけど、これが仁徳天皇でげーな。さっき見てたのもコンパクトと言ってたけど、めっちゃでかかったんや。それをはるかに大きく上回るこの古墳で、さっきこの周りの森はこのどうやらこの周りの囲いみたいですね。いやー、しかしこれよう見ると1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個11個12個っていうめちゃくちゃあるんですよね、周りに。すごいわ。でなんかルートがこっからずーっとこっちの方に続いてて、これをずっと行けば、正面入り口に行けるそうなんで、ちょっとそっち向いてですね、行ってみようと思います。はい、あでかい、全然見えへん。向こうの方まであるけど、すごいわ。ずーっとこのお堀が続いてて、それがもうずーっと向こうまである。すごいっすわこれ、やばい。まあ、ずーっと走ってるんですけど、ずーっと続いてますね。こんなに大きいとは思わなかった。なんか昨日の大阪城といい、万博といい、大阪の公園ってなんていうか莫大な力を感じるんですね。だからこれも古墳ってことはお墓なんですけど、これだけ大きなお墓を築き上げる力ってすごいですよね。やばいわほら、まだあるっすわ。いやー偉大ですね。あ、もうちょっとかな。ました、これが正面ですね多分。よいしょ、おはようございます。よっ、これがおそらく古墳の下の方、前方後円墳の下の方になるかな。すごいなこれ、山やな。なんか書いてますね。仁徳天皇中門図みだりに領域に立ち入ること、魚取りなど取らぬこと、竹木などを切らぬこと、宮内庁。すごいなこれ。もうこっからは一切入れないですね。こっちはもうお堀がずっとつながってて、もうずっとでかいのがつながっております。まあ、せっかく来たんでちょっと写真撮っておきましょう。すごっ、これが古墳
かでけえな。では着きました、仁徳天皇陵古墳ということで、我が国最大の前方後円墳、第16代仁徳天皇の、古墳ということで、全長486メートル、後ろの後円部は、後円部前方部の幅307ということは、これが今前方後円墳なんですけど、あれ前方後円墳の前っていうのはこっちが前なんやな、こっちが前でこっちが後ろなんですね。僕なんかてっきり鍵穴の形してるからこっちが上でこっちが下みたいな感じで思ってたけど、どうやら違うみたいですね。で今おるのはこれ上からの航空写真なんですけど、だいたいこのここら辺におると。いやーでかいな、この町からしても。まあおそらく Google マップでもすぐわかるでしょう、森ですね。こりゃ中見てもわからんすね。だからさ、一番最初におった長山古墳やな、があそこやから、もう全然桁違い。ひぇー、すごい。ということで、ここの反対側が、大仙公園なので、ちょっとそっちの方に行ってみようと思います。大仙公園ですね。なんかいろいろありますね、博物館。古墳に囲まれてるんで、もしかしたら公園の中にも古墳があるかもしれない。ちょっと行ってみます。はい、到着しました、大仙公園です。これが案内図です。今あのここに現在地っていうところにおるんですけど、こっちに平和塔という塔があったり、日本庭園があって、でやっぱり古墳がですね結構あるんですよ。古墳ビュースポット、七観音古墳、すごいな。で群生古墳で、もうめっちゃあるですね、古墳古墳古墳で。こっちに一番下の方に自転車広場っていうところがあるんで、かなりちょっと興味ありますね。てか本当にありますね、古墳すごっ。ちょっとぐるぐる回ってみます。であの確か大仙公園って今度ですね、バイシクルインパークっていうイベントがあるんですよ。ですっげえ面白そうなイベントで、僕来たいんですけど、なかなか難しくてですね、来れないんですけど、そうなんですよね。なんかフリーマーケットもあるし、アートも音楽もあるし、ワイワイできそうな、イベントがですね、確かここで、開かれるはずですね。いやーええなで自転車の、堺東のところに自転車の博物館もあるんで、そういうのも一緒に来るとですね、もう自転車に好きにとってはもうたまらないところになるなと、なんかつくづく思いますね。はい、ということで、なんか大仙公園散策開始。すごい走りやすい、すごいいいっすわ。道は広いし平らやし、のんびりできるし、音楽流れてるし、草木は綺麗っていうところで、平和の塔がこっちにあるんで、ちょっと見てみようと思います。太陽の塔といい、平和の塔といい、塔がいっぱい結構あるんですね。はい、着きました、平和の塔。これは何なんでしょうか。この施設は堺市と堺市遺族会によって建てられたもの。世界戦争で日本政府から受けた人々が日本国のため、だから戦争で亡くなった人のために建てた塔ということで、平和の塔ですね。なんか広島にすごく近い、なんていうんやろのを感じたっすね。広島もこういう平和を願って、建てられるものっていうのが結構あるんで、意外とこんなところで、親近感というか同じ思いをこう感じられるっていうのはなんか意外でしたね。ちょっと下まで行ってみよう。広島も平和公園があるっすね、よいしょよいしょ。平和の塔は入れはないのかな、一体どういうやつなの。
礼拝するところなんかな。よいしょ、なるほど、そういうことか。よし、ほんだら、次行きます。日本庭園の入り口がこっち。うわ、綺麗やな、めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ中綺麗やった。ちょっとさすがにここ入っちゃうとですね、僕日本庭園とか行っちゃうと出れなくなるんで、和みすぎて。なんで、まあ、ちょっとこう隙間から見える日本庭園を楽しみながら、走っていこうと思います。この周回でぐるーっと回れるんで、ちょっと運動しようっていう時にもいいですね。もうふわーんってこうゆるい気分になります。お、なんかカラスが結構鳴いております。めっちゃいい公園や、ゆるい、ゆるいな。このもうここでもう寝そべって寝れるぐらい気持ちが緩くなってるっす。すごいな、向こうには池あるし、ここはもう芝生だし、これいいっすね。大山パーク、ちょっとせっかくなんでここでちょっと記念撮影を撮っときます。こっちの方、まあこっちでいいか。いやー、しょっかちょっと、よいしょ。いやー、すごいなこれ。向こうは小学生がすごい遊んでるし、散歩でワンちゃんと一緒に来てる人もおるし、なんて心地がいいとこや。よし、よし、オッケー。いやー、いいな。ちょっと古墳が近くにいっぱいあるんで、公園の中の古墳もちょっと見てみようと思います。はい、わかるんかな、古墳。古墳来ました。結構本当に公園の中にズドーンとありますね。今はここの古墳は、下の池とかはなくて、真ん中がポコッと、持ったような感じになってると。あ、でもあっちはあるな。こっちは池みたいなのがありますね。うん。で、次。こっちの方にもどうやら古墳があるようで。この正面のやつかな。あ、これですね。ぐっしょ、なんて読むの、ぐっしょう防古墳。よいしょ。この向こうかな。向こうが古墳になってんのかな。ここは、下に植物がたくさんおって、その向こう側にある、山の丘になってるところが古墳になっているという感じですね。いやー、これでも本当に公園の中にありますね。面白いな。こっちはこっちで全然普通の、なんていうの、一周ぐるっと回るでかいルートなんですけど、それをちょっと外れるとまた違った風景の、お、こっちなの、広場がありますね。ちょっと向こうの方も行ってみます。はい、どうやらこの広場を抜けると自転車広場っていうのがあるらしいんですけど、何なんでしょうか、自転車広場って。駐輪場やったら駐輪場って書いてると思うんで、自転車広場って言ったらなんかあるな、なんなんやろ。おー、なるほど、そういうことか、わかった。いろんなこう自転車に、お、遠足かなんかで来てるんですけど、いろんな形の自転車に乗れる広場ですね。クラシック自転車レプリカ試乗体験、昔ながらの自転車を乗れるっていう、そういう広場でした。なるほどな、さすが自転車の街やな。そんな最高やん、よっこらせっと。さあ、ということで、一周、まあ、ほぼほぼぐるっと回ったんですけども、次ですね、どうしようかな、ちょっと次の公園を調べてみます。次は大泉緑地というところに行ってみようと思います。大泉緑地って確か BMX のコースがあって、
大会でなんか来たことがあるって知人に聞いた気がしますね。なんでそのコースもちょっと見れたらなと、思います。では次は大泉緑地へ行ってみます。納塚古墳に到着しました。あの移動の最中に古墳がいっぱいあるんで、ついついこう止まってですね、どんな感じなんやろうってちょっと見てしまうっすね。これの上からなんか出てきたんやろうな。でもこのどうやって最初見分けたんですかね。この何も知らなかったら山に小山にしか見えへんねんけども、それがお墓やったっていうのは なんでやろう。ちょっと気になるから帰って調べよう。ずっと受け継がれてきとったんかな、この場所がお墓ですっていうのが。それが数、まあ、千年、数千年かな、千年以上昔からここに受け継がれてきてたっていうことやったら本当すごいと思います。ということで立ち寄りながら先進みます。